はい、どうも、こんにちは、自転車会社です。なんでさ、殺虫剤って必要な時に見つかんないのかな？ちょっとさ、今、さっき、よっしゃ、実況やるぞっつって、オープニングトーク始めた瞬間にね、ちょっとみんな大嫌い、ゴキオくんのちょっと気配を感じて、今ね、ちょっと殺虫剤、殺虫剤探しに行って取ってきて、もう一回収録してんだけど、やだな、ゴキオくん急に出てきた、やだな。10月に出んの、あれ。ちょっと実際見たわけじゃないから分かんないんだけど、すごい気配を感じる。だから、何、急に俺が実況中によく分かんないとこで悲鳴あげたら、それはリアルで出たなと思ってください。ゴキオくんが出たんだなと、スルーしてください。やだな。ホラーだわ、ホラー。リアルでもホラーが起こってるわ。まあ、いっか。なんで、ね、こんな話に1分も使っちゃったよ。ごめん。つわけで、錆びた鍵2階黒への部屋の鍵をゲットしてからもうパッパで行くか。ちょっと、一応許可取るか、女の子の部屋だしな。入っていいかな？うん。ああ、そう。ありがとう。オッケー。つわけで、クロエちゃんから許可ももらったんで入っていくか。錆びてんのに開くのか。なんか、錆び、なんだこの部屋、暗すぎる。それ以前に、この音楽聞き覚えあるな。つうかさ、基本どの部屋も暗かったよね。ここも結構暗いし。まあ、そんなことは置いといて。ちょっとやだな、ゴキオ君出たやだな。ごめん、ちょっと、それを定期的に挟んでいくわ、今回多分。暗くてよくわかんない。あれをつけろと。了解了解。汚れた？人形なんかいらねえわ。汚れた人形、そうだよな。なんかそうだ。前回ゲットしたんだよね。汚れた人形。あ、明るくなったんじゃない？なってねえわ。え？全部暗くてよくわかんないの？時計のお城がある。へえ、兵隊の人形持てんの、こいつ。持たない。持たない。これ、倒れてんの？よく見えない。そうか。俺にはバッチリ見えるけどな。なんかすごいな。怖い。いっぱいやる。びっくりした。ばあちゃんがなんか座ってんのかと思った。なんでこいつ分かるもんと分かんないもんがあんだ。熊野のぬいぐるみ持たない。なんだなんだなんだ。分かんねえ分かんねえ。陶器の人形。まあ、いっか。暗くてよく分からん。分からん。わからん。ああ、ここにもあれだな、ベッドあるな。いつもここでクロエちゃんが寝てたのか。で、これ何？椅子が転がってる。ああ、反対向けになってると。で、これ全部造花だろ、どうせ。オッケー、造花なんだよ。大丈夫だ。これなんだろう。おもちゃ箱かな。手紙。すげえな、お前。なんか、暗くてよくわかんないのに文字は読めるんだな。天才少年、ミシェル・ダランベールのコンサート、俺のことが、特別招待券。なんでお前何も反応示さねえのか。天才少年とか言われてんだぞ。なにこれ、中の時計か。暗くてよくわからん。何をしたらいいの？とりあえずなんかもうできることやるか。あ、というかさ、火つけろっちゅう話だよね。暗いんだったら。え？薪？薪ですか。人形をもう薪代わりにするか。あ、そう。貼り付いてんの。あ、手に入れた。ちょっと待って。人形もう燃やしちゃえばいいんだよ。あ、汚れた人形か。でも木でしょ。絶対これだって。ほら。これだけじゃ足りないの？結構でかいけどな。他になんか木っぽいもあったっけ？これなんだっけ？陶器か。陶器は燃えないもんな。お前なん、壁か。なんか他に持っていけるもあったっけ？時計持っていける？無理か。熊持っていけるっけ？はい。なんかアイテム入手音がちょっと、
怖かったな今。間違えた。装備、あれ、あー、そういうことね。汚れた人形、布も燃えるもんね。おい、これで巻き代わりになるかな。お前結構残酷なことしてるぞこれ。さてで、ここで、まあ、未だに読み方が分かんないこの灯台、俺はもう灯台と言い続けるよこれを。これを放り投げると、はい、悪いな二人とも。ああ、ほらこういうの来るんだよ、こういうのやだよ本当に。一番ホラーだよねこういう、なんかもうだって俺がやったんだもんこれ、誰のせいにもできねえわ。暖炉に火をつけた。うわー、これなんかもう、ヤッホーイみたいな影出てきちゃったじゃん。え？あ、喜んでんのこいつ。いや、君のおかげで出てこれたよ。ありがとう。おう、お前誰や。僕は友達さ。もう消えてしまったけどね。消えた？どういうこと？昔はこうしてよくおしゃべりできたんだけど、ある時期を境に僕はいなくなってしまったんだ。お冷静なツッコミだな。出てきてるじゃないか。こうして出てきた僕の、出てきたのは僕の残骸だよ。彼女の記憶の一かけら。そこ黙んの？何お前秘密主義者か。あったあった。子供の情景。大人が昔を振り返る曲。あ、この今流れてる曲？きっと今の彼女には振り返ることが必要なんだね。ほう。僕の元へ何か思い出の品を持ってきたら、彼女の記憶を見せてくれんの？持ってくるわ。ついに出てきた猫！ずっと気になってた猫、いつの間に入り込んだんだ。ずっと最初からいたろ。そう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 、こいつらだよ、絶対。ノワール！ブラン！あ、クロエちゃん。クロエちゃん入ってきた。猫似合うな、クロエちゃん。もうこんなとこにいたの？探したのよ。おう、クロエ、それ君の猫か。おう、クロエが飼ってるの。ノワールとブラン。これもなんかあれかな？音楽家の名前なのかな？わかんないわ。おい！安易な名前だねとか言うなよ。可愛がってる猫なんだから。ほら、怒っちゃったじゃん。安易じゃないわ。一生懸命考えたのよ。黒い猫ちゃんだからノワール。白いからブラン。わかんねえ。俺には全然わからん。ミシェルちょっと冷たくない？ああ、そう。あっそう。あっそう。あっそう。こんな感じだろ、絶対ミシェル。ところでミシェルはどうしたの？誰もいないところでお話してたみたい。別に。ミッシェルはなんかなんだろうな、クールだよね。ちょっと俺にもその猫触らしてよ。もうノワールは泣くのが好きなのね。なんでブランは一歩下がってついてってんだろう。うん、なんだっけやること、思い出の品を持ってくんでしょここに。なんだろうな思い出の品って、なんだろうなんだろう。とりあえず暗くて見えなかったものをちょっと探索するか。もう子供の用のドレス。つか思い出の品なんて絶対本人の部屋にあるに決まってんだもん。ほうほうほう。何もない。あ、これ見えなかったよね。はい。これ思い出の品でしょ？あ、オッケー。装備しろと。これいらんな、もう灯台。汚れた人形二つもゲットしちゃった。いらねえ。じゃあ両方見せるか。はい、どう？これじゃないか。人形はまた後々なんか使っていく感じかな。ちょっと待って、ほい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 っと。あと見えなかったもんって何かあったっけ。あ、こことか見えなかったよね。おもちゃ箱、鍵か。へえ、すごいな、おもちゃ箱に鍵をかけるって、相当大事なもんが入ってんだろうな。家族の絵。あれ？俺の予想ではお姉ちゃんがいるはずなんだけどな。
家族の、あ、これとかも絶対思い出じゃん。家族の絵が思い出じゃなかったら、他に、それ以上の思い出ないよね。あれ？あれ？ん？手に入れたのに。手に入れたのにない。あ、これは違うかな。お、見せる見せる。それは彼女の描いた絵だね。てか俺さっきこの声で喋るの忘れてたな。分かった。準備はいいかいな。あ、思い出を見る準備。オッケー。おー。おー、オッケー。なんだろう、俺思い出を見る準備とかしたことないから、準備完了なのかどうかすら分かんない。お。あれ？お、操作できる。どういうこと？よう。ねえ、見て見て。お父様とお母様とクロエ。あ、上手？いや、上手だった。めっちゃ上手だったよ。わあ、すごいね。三人とも仲良しだ。僕も仲間に入れてよ。無視。クロエ頑張ったの。お父様とお母様にも見せてきたら？きっと喜んでくれるよ。うん。おう、じゃあ見せに行くか。本当にそれでいいのかな。おお、父ちゃん父ちゃん、見て見て。クロエ、お父様どうなさったの。お前はもう8歳だったな。お、何、誕生日プレゼントくれんの。え、え、喜んで受け取るけど。お父様無視すんなよ。8歳8歳の女の子無視すんなよ、お前。しかも娘だろうが。おいおいおい、悲しい顔してるよ、もう。大丈夫。きっとお母様の方は喜んでくれるよ。いい、もう寝るの。うわ、かわいそう。でも、かわいそうなクロエちゃん、かわいいな。寝るか。あ、火消す。あれ、ここにあれあったよね。水があったのにね、さっき。あ、あ、こっちだった。おやすみ。ごめんね、友達。ちょっと。消えてくれ。あれ、あれ、クロエに戻ってる。全然気づかんかった。ベッドには誰もいない。あれ？え、お、お友達消えちゃった。え、小さな鍵が出てきた。あれでよかったのかな。ちょっと待ってね。小さな鍵。何かを開けるため。ざっくりしてんな。え、この部屋でも絶対、あ、これだ！はいはいはい、使う使う使う。なんだろう。中には小さな小太鼓が入ってる。まあ、小太鼓だからそれはちっちゃいだろう。大きな小太鼓があったらそれはぜひ見てみたいな。もうでもお友達、もうお友達には会えないの？マジで？もうちょっと話したかったな。もうちょっとあの声をやりたかったな。時計がある。さっき読んだな。小太鼓でしょ？この子も気になるな。ちょっと待って、今アイテム何持ってたっけ？汚れた人形をまだ使ってないよね。で、小太鼓も使ってない。まあ、あとは使っただろう。一回出るか？一回出るか？いいのか？出て。はい。まあ、お、猫ちゃん！どうも。あれ？お前は何？無視か？お前無視するタイプの猫か？おい。めっちゃ逃げられてる。そうか。ちょっと寂しいわ。オッケー。じゃあ、まあ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 、終わるか。終わるか。終わるか。オッケー。今回はじゃあ、とりあえず一旦ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよかったらまた見てください。さよなら。